スタートまで5秒前。3、2、1。安定度合いだったもんね。すごい。このロボットなんて名前なんですか？星のカーニー。星のカーニーっていうロボット名か。はい。はい、改善点あるとしたら、ないですね。ない。完璧か。さすが優勝ロボット。来年あったらどうしますか？仮の本当の足みたいにしてみたいです。2位になれたのはとても嬉しくてびっくりなんですけど、最後1位になれなかったっていうのはちょっと悔しい。改善点は？改善点。ここどこを変えるといい感じ？足をもっと硬いアクリルで作り、硬いアクリル。柔らかいの。するとどうなる？するとねじれがなくなるんです。なるほど。今回一番良かったところは、ここの前のこれです、うまくキャッチできる。結構安定的に取ったもんね。おめでとうございました。ありがとうございます。そんなロボットなんて名前？ D5532号。本当は前は炎が寝たけど、 2個目は何号って出てた。それで取れた、1位は取れなかったけど、4位よりかもしれない。4位にならなくてよかったです。よかった。おめでとう。来年終わったら出ますか？はい。来年はあったら絶対優勝したいです。4位、おめでとうございます。ありがとうございます。このロボットはなんて名前ですか？カニフォー。なんか工夫したところは？UFO 感を出した。カニフォーで UFO ね。楽しかった？いいロボットだね。なんて名前のロボットですか？大事カニロボリゴ。お工夫したところは？これ何で作ったの？紙粘土で。紙粘土、素敵なロボットですね。振り付けを工夫したとは、しました、はい。そう、やっぱり足が一番道が長かったですよ。
方です。ベスト8には行ったので嬉しかったです。すごいよ、初めてで、うん、3位になりたいです。3位おめでとう。一番工夫したところ、あ、すごいカニだ、かわいい。お疲れ様でした。はい、このロボットは何て名前ですか。あ、このロボットは PCA の勝山号です。 PCA の勝山号、はい、一番今回工夫したところは、あ、工夫したのはやっぱこれですね、うん、激レアメタル取るためにいて、あ、いいねこれね、はい、取れた。あ、取れました、1回だけやったね。なんか改善するところ、あ、改善するところは、うん、やっぱここがなんか途中でこれのせいで1点、うん、卵落とせなくて1点取れなかった、うん、あともうちょっとスピードを速くしてれば、うん、スピードを先にゴールしたら1点もらえるんです。それをできなかったんです。なるほど。来年は、あ、来年も中学生なんですけど、うん、中学生部門があったらなるべく参加したいです。じゃあお疲れ様でした。デザイン賞11、え、決まってません。このカニは何て名前ですか。このロボットはカニーズ。カニーズ、カニーズ一番工夫したところは、ビーズラブ、こういうタグとかつけたり、すごいね、デザインをこだわりました。すごい素敵なロボットです。改善点としたら、改善点は何点は、ミスなく、ここのとこになんか引っかからなかったことがあるのかな、うん、ここに反応が見たかったな、ここにボールを置かな、あ、なるほどね、はい、来年やったら出ますか。来年やったらどうする。中学生やから、中学生か、中学生部門があったら、あったら出たい、出たい、出たい、絶対、はい、はい、どうでしたか。帰りも移れよ、帰りも一チーム、一員ですよ。おお、一応ね、どうでしたか今日の大会。うーん、練習みたいにうまくいかなかった。あ、練習試合うまくいった、練習はうまくいった、練習、うん、練習はね、それ何だ、何が良くなるといい、何がどこが改善点ですか。やってみれば、ここで、うん、レアメタル、うん、を取るつもりだったけど、うん、ちょっと短かった。短かった。ほら、もうちょっと長くするか、うん、プログラミングをどうにかする、うん、なるほど。このロボットなんて名前。はい、はい、確かに、確かにいい名前だね。確かに工夫したところどう。最初はここに小ガニのボールを乗せて、うん、これが開いたら紐で落ちて引きずる感じだったので、まあ、ここになりましたね。あ、そこになった。ここで押して後ろへ下がる。エビエビは飾りです。カニ、ロボコン守護神ですか。一元ガニの、かわいい、ロボコンの守護神、ロボコンの守りやな、守りです。はい、ここにうちの案やし。来年あったらどうする。来年も僕らの小学生だから、うん、言ったように、うん、まあ、中学生部分あったら考えて、できたら出たいと思う。分かりました。